パリ2区の1パリ2区の 1, パリ,区の1パリの2区は、フランスの首都、パリ市を構成する20の行政区の一つである。第2区、パリ2区とも言う。市の中央部に位置しており、1区の北にある。リューデラペイプレースバドーム、リュドラペとバンドーム広場リューマルセリアパリの2区は、市の中央部にある、行政区。ブルスクと呼ばれることもある。東西に細長い区域であり、20区の中では、 面積が最も小さい。一区の北に位置している。人口は19,585人で、20区の中では2番目に少ない。区の名称は、市の中央部から時計回りに螺旋を描くようにして、各区に付けられた番号を元にしており、東区はその2番目に当たることから、2区と名付けられた。パリ証券取引所、国立図書館旧館などがある。 また、ギャルリ・ビビエンヌ、パサージュ・デュ・ケールなど多くのパサージュが現存している。パリ2区の詳細地図、リューセインとソブール・ビューデュ・ピラリュモンター・ガリア2区は、パリ中央部のやや北より、1区の北境に接している。セーヌ川の北の地域にある。面積は0.99平方キロメートルで、20区の、うちでは、最も小さい。北は、 同じパリの行政区である9区に接し、北東の一部は10区に接している。南はエティエン・ム・マルセル通りやプティシャン通りなどを境界として1区に接している。2区の北の境界線はリシュリュードル王駅付近で南西方向に折れ、1区との区界である南の境界線と合流している。東はセバストポル大通りを境界として3区に接している。 パリ2区のカルチエ小サイズパリの行政区は、それぞれ4つの地区に区分されている。2区を構成する4地区の高度と名称は、次の通りである。2区の人口は、パリが、全20区になった、直後の1861年には8万1609人で、あったのが、約100年後の1962年には、半分以下の4万864人となり、 その後も減少を続けて1999年には19585人となった。20区のうちで1区に次いで2番目に人口が少なく、1982年以降はパリの人口のわずか1%未満で推移している。2005年の推計では2700人と見積もられており、人口の回復が見込まれている。また、人口の減少とともに、 人口密度も減り続けており、1999年の人口密度は1861年の4分の1以下の19743人となっている。20区のうちでは5番目に人口密度が低く、パリの平均人口密度の0.8倍である。人口の推移の詳細は次の通りである。パリの広場は、 しばしば2以上の道路が交差する場所に位置し、中心の島を道路が周回するロータリー上の交差点となっている場合が多い。中心の島部分はオベリスクや緑地等に利用されている場合もあり、エトワール外線門があるシャルルド・ゴール広場は世界的に有名である。2区の広場や交差点には次のようなものがある。ありがとうございます。